はい、皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もですね、久しぶりにやってきました。今年最後の賢い買い物シリーズと多分なりそうなんですけど、はい、年内ですね、食べるものということで、今日もたくさん調達してきましたので、紹介していきたいと思います。はい、まずはこちら。今日もね、結構買いましたよ。結構大量に買いました。はい、ちょっと順番に行きたいと思うんですけど、まずイオンの方から行きたいと思うんですが、はい、焼き芋なんですけど、これですね、はい、ちょっとね、これ、あれ、剥がれちゃったかな、あ、これか、はい、500円が半額で250円ということになってるんですけど、この箱の中開けてみるとですね、はい、開けてみると、はい、これ結構入ってるんですよ、こんだけ入って250円、これ安いですね、これしばらくおやつになりそうです。はい、続いてですね、きゅうり。128円ということで、まあまあ、これ普通ですかね。ちょっと安いぐらいですかね。はい。そして、はい。オレンジって書いてるんですが、オーストラリア産。これ、みかんなんですかね。でも、オレンジって書いてるんですけど、まあ、これ、ちっちゃいんで、かわいいって。はい。298円ということで、イオンはですね、以上です。ということで、はい。イオンのレシートをちょっと見せしますが、はい。これ、今日の日付になってると思うんですけど、はい。3つで730円ということになってますね。続いて、魚六の方ですが、はい。まあ、これも本当に定番です。いつも買ってます。はい。遺伝子組み換えでない大豆のね、豆腐ですね。こちらのものと、よいしょ。続いて、玉ねぎがね、ようやく値段下がってきましたね。玉ねぎ、はい。149円ということで、今まではね、4つ入ったらね、350円とかしてたんですけど、149円までね、かなり値段がね、落ちましたね。よかったです。はい。そして人参なんですが、はい。これは2、4、5本入ってますけど、5本入って180円ということで、まあまあ安いかな。続いて、はい。こちら。メークイン。メークインなんですが、いくらだったかな ?198 円ぐらいかな。はい。1、2、2、4、5個入って198円ですね。はい、続いて、はい、大きいのからいきましょう。はい、こちら。はい、セロリ。はい、これお勤め品ということで50円ですね。これ今晩食べたいと思います。続いて、まあもうこれもいつもの通りなんですが、納豆ですね。はい、遺伝子組み換えではない。これタレは使いません。捨てます。はい、続いて、佐藤の平飼い卵。これですね、今まではイオンで買ってたんですけど、これから魚六の方で売ってるのは魚六の方で買ってますね。平飼い卵。これ高いんですよ。340円ぐらいするんですけど。はい、これです。続いて、まあ、この辺も定番になりましたが、米粉のカレールーということで、はい、添加物が入ってないものということで、これを最近買ってます。そして、小麦じゃなくて米粉ということでね。続いて、はい、カレーのルーなんですけど、これもですね、同様にですね、これは小麦が入ってますが、はい、添加物が入ってないということで、これを買ってます。あと、続いて、はい、マヨネーズもですね、これをいつも買ってますね。はい、ここに書いてますように、国産の有精卵を使用ということで、はい、調味料、アミノ酸不使用ということになっていますので、これもね、添加物が非常に少ないというですね、マヨネーズ。これも高いんですけど、こちらにも。そして、はい、よいしょ。キャベツ。はい、一玉。はい、170円。ちょっと色変わってますけど、はい、170円ということになってますね。そして、今回はちょっとですね、年末ということもありまして、ちょっと奮発して、はい、牛肉ですね、ステーキ800円ということで、これ半額なんですが、こちらの国産牛ですね。そしてね、ちょうどね、安売りセールが始まって、鶏のもも肉かな、こちら、胸肉か。これ半額の276円と、そして、国産の胸肉。これも半、あ、これは、あ、そうですね。半額で447円ってなってるな。どういうこと?半額で447円ってなってるんだけど、こう見たら444円って書いてるから、全然半額になってないよね。どういうことなんだろう。不思議だ。でも本体価格895円を半額でって書いてるんですけどね。これ、ちょっとちゃんと見てれば、もしかしたらもっと安くなったかもしれないな。これ値段表示が間違ってるね。はい。続いて、こちらですね。はい。今日のおかずになりますが、はい。刺身ということになります。
はい、以上ちょっと見ましょう。はい、レシート見ていきますが、はい、今日の日付になってますねということで、こんな感じですね。になってますよ。ということで、結構いきましたね。4804円ということで、はい、今年最後のですね、賢い買い物シリーズということになりました。また来年もですね、添加物ですとか、農薬ですとか、そして、遺伝子組み換えとかですね、こういったものを気をつけながら買い物する様子を取ってきますので、ぜひまた来年もよろしくお願いします。では、今年は以上ということになりますね。では、ありがとうございました。良いお年を。チャンネル登録よろしくお願いします。